立山は日本海軍の公開練習艦。艦名は立山湾にちなむ。竣工時の鮮明は第一海層丸。木造の二章ブリックがあった小船で、当時東京にあった川崎造船所で初めて建造された軍艦。1879年度に横須賀造船所が建造を計画、川崎造船所に製造を注文した。 1879年6月9日に寄港。12月9日、300トン積み艦材、運送風保船の船名を、天光丸と命名したが、12月11日第一、海藻丸と改めた。1880年2月10日、浸水、3月17日に浸港した。伊豆からの艦材輸送の予定があったため、4月19日に、 第二海層丸と同様の西洋系風帆船の免状を内務省へ申請5月4日付で商船免状が交付され5月8日に送付された1881年2月2日風帆船会社より第一海層丸と第二海層丸の貸し出しが制限された横須賀造船所としては完済運搬以外は港に係留させることになるので2月14日に 造船所から貸し出しの許可を求める伺いが出され、3月2日認められた。5月16日から7年間、風帆船会社に貸し出しの契約を結んだ。1882年2月27日から4月19日まで、横須賀造船所で修理を行った。9月15日に、陸軍は青森英所へ弾薬を運搬するために横浜港を出港したが、 途中で船体が破損し浸水したために引き返した。風帆船会社が共同運輸会社と合併のために1883年1月からは共同運輸会社へ引き続き貸し出された。しかし、同年3月2日に共同運輸会社社長から採算が合わないために第1階層丸、第二回送丸変換の願い出があり、8日に横須賀造船所は2隻を引き取る旨を、 上申、12日許可された。10月29日に、若水兵練習用として第一海総丸を東海陳府に引き渡すよう横須賀造船所へ、礼達された。横須賀造船所は2万892円の製造費用がかかっているため代価を要求し、海軍省は1年あたり500円で賃貸することを11月20日に、指令した。 なお中川によると6月に借り入れたとする。1886年1月15日に第一、海藻丸は公開練習艦とされ、ニは7等に準ずるとされた。このため、商船免場は2月6日に返還、2月8日付で返納の報告が出された。それまでは、横須賀陳府が横須賀造船所から借りる形で、第一海藻丸を運用していたが、 1888年7月2000円で鎮守府が造船所から購入する形を取り8月8日に鎮守府へ引き渡された。1888年9月27日に立山と改名1890年8月23日に第三種に定められた。1894年に始まる日清戦争に従軍するも第一戦での活動はなかった。 立山は1895年1月26日から2月9日の竣工予定で、呉において、過パンの修理を行った。1896年9月26日雑駅線に編入、呉海兵団付属に指定された。1906年3月20日売却の上進、船体、偽装品や付属品の腐食が進み、修理の価値なしと見られた。 4月19日売却任居、翌1907年4月9日に売却報告が出された。売却金額は4800円だった。官報に基づく。ありがとうございます。